アメリカハマグルマは、キクメ、キクアカに分類される多年層の一種。別名、ミツバハマグルマ。園芸種として、ウェデリアとも称される。中央アメリカを原産地とする。アメリカ合衆国、オーストラリア、コンゴ民主共和国、インドネシア、日本、太平洋諸島に気化植物として定着している。草丈40から50センチメートル。 長さ4から9センチメートルの葉には不規則な巨子がある。黄色い花を通年咲かせる。熱帯から亜熱帯の森林、農耕地、海岸、河原、市街地などに生育する。日本では1970年代から沖縄の各地に緑化植物として導入され、野生化している。世界的にはマングローブや海岸植生といった希少な自然環境に侵入し、在来種や、 生態系を脅かしており、侵略的な外来種となっている。また、農耕地では雑草として嫌われている。こうした悪影響から、国際自然保護連合では本種を世界の侵略的外来種ワースト100の一つに選定している。日本でも外来生物法により要注意外来生物に指定している。刈り取った断片から発根して拡大するため、 抜き取りによる防除が必要となる。スファグネティコラトライロバータ。インテグレーテッドタクセナミックインフォメーションシステム。2011年2月16日。閲覧。ノリメン緑化と沖縄における植物の保全対策に関する調査研究外来。緑化植物アメリカ浜車の一室状況ウェデリア。みんなの趣味の園芸 NHK 出版。ABCD 滝安彦。 財団法人自然環境研究センター決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日 ISBN 978から4から 582542417ABC アメリカハマグルマ国立環境研究所新入生物 DB ありがとうございます